それでは、こんにちは。こんにちは。本日、リライズショートストーリー、インタビューのゲストにお迎えしておりますのは、精神科小児訪問看護療育アドバイザーをされている天岸愛子さんになります。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごく楽しみにしておりました。今日は黄色もね、すごく元気が中から溢れてくる感じで、なんかこうワクワクするエネルギーを私ももらってるんですけれども、早速愛子さんにお話を伺っていきたいと思います。ではまず、今療育アドバイザーということでされているんですけれども、今愛子さんどのような夢やビジョンをお持ちでしょうか？私、もともと、特別支援学校、障害のある子供たちの教員を長くやってまして、で、障害のある子供たちと、親御さんと本当に楽しくね、まあ、26年間過ごしてきたんですけど、まあ、改めて、まあ、ちょっと独立起業しまして、子供たちにね、こう、毎日の生活の満足感とか、家庭に笑顔を持っていうことにもっとコミットしたいなって言ってるんですね。なんかそれが、ね、ご紹介いただいた訪問看護の事業を通してっていうところでやっていきたいなっていうふうに。素晴らしいですよね。なかなか本当に今、家庭で自然な笑顔がこう作りにくい時代だなと感じる中で、そういう笑顔がね、あふれる、お手伝いというところ、療育というこの、言葉を私、初めて聞いたんですけども、その辺ちょっともうちょっと、どういうことをされているのか、聞かせていただけますか？まあ、療育、いろんな、実はなんか内容っていうかね、素晴らしいものがいっぱいあるんです。なんだろうな、例えば、なんか行動分析が、応用行動分析とか、こう、そうですね、すごいわかりやすいのは、子供がスーパー行って、お菓子買ってって言って泣くと。で、お母さん困るじゃないですか。で、お母さんそこでどうするかってお菓子買っちゃうんですね。スーパーに行く子供がお菓子売り場で泣く、そしたらお母さんがお菓子買ってくれるっていう図ができるんですよ。別に書いてくれる。これを、行動面で、ちゃんとね、修正するっていうか、お菓子を買わなくても済むやり方をやるみたいなのが、まあ、そんな、療育があったりとか、よく最近はユニバーサルデザインとか言って、こう、やっぱり、見た目にわかりやすく誰でもわかる情報提供します。なんかコンビニとかでもこう、今足並ぶ位置とか丸してますよね。ああいうのっ確かて、に。障害のある方ってわかりにくいんですよね。だいたい並ぶとか、このあたりもわかれへんから、ああいうこう、見てわかるようにするティーチプログラム。そういうのを、いろいろある中でも、私はそっちじゃなくて、本当に遊びを届けるっていうことに特化して今、遊びを療育。いやー、なんかその、なかなか本当にその泣いたりとかする現象にとらわれて、本当にその方のこのことを分かってあげるってやっぱり難しいですよね。それを本当汲み取るのも難しいし、それに対して何をこう届けるのかっていうところでもすごく試行錯誤してしまうと思うんですけど、愛子さんは遊びを届けることでそこをなんか包み込んでいこうとされている、なんかそうそういうですこね。とを目指されてるのかなというふうにすごく感じたんですけども、具体的にそれをこう具現化するために今どういうこう目標計画を立てて、この療育アドバイザーとして、活動していらっしゃるんでしょうか？なんか具体的には本当に看護師さんとチームになってやっていくってことですね。看護師さんのやっぱり持ってらっしゃるパワーってすごくて、それはなんかこう、やっぱり人を癒すとか、人の苦しみとか悲しみに心向けることがやっぱりすごくできはるというか、やっぱ職業の、ね、まあ、そういう、で、何よりもね、人が好きだったり、お話聞かれるのがすごい好きなので、親子さんのパートナーになるのに、もう本当に看護師さんってすごい最適だなと思って、要は、最強の味方ですね。先ほど見方なんです。やっぱり子供の、やっぱり一番の笑顔を埋めるのは、やっぱ親御さんだなって私ずっと思ってたので、で、それを看護師さんとペアになって、チームにやっていくっていうのを、今、ちょっとずつ
取り組ませてもらってるとこですそうね。なんですね。いや、素晴らしいですね。なかなか簡単に人を癒すって言ってもね、なかなかその人の心、その悲しみとか苦しみだったりとか寄り添う、心を向けるっていうところが自然にできるって、なかなか難しいんですけど、やっぱりそういう、パワーのある看護師さんたちと一緒になって、それをね、やってらっしゃると思うんですけども、具体的にその、どんなこうチームをその、看護師さんたちとこう作っていくっていうなんか計画だったりとかもあるんですか？そのね、冒頭もご紹介いただいた、この精神科の小児の訪問看護っていう事業を通して、いわゆる訪問看護ですね。なんかほぼ皆さんのイメージが、訪問看護は老年ね、お年をね、64歳以降のね、介そう護で保す険の方のイね。メージあると思うんです。こちらではなくて、小児の方にその仕組みを使って活かしてもらうっていう、本当、小さな隙間の中のお仕事ではあるんですけど、この医療の力を借りて一緒にやっていくっていう、訪問っていうの本当新しいですね。私もおじいちゃんおばあちゃんのところに訪問看護のイメージが強かったので、そういう子どもさん向けに訪問っていうのがちょっとこう固定概念破壊される感じで、すごく新しい取り組みですね。そのじゃあちょっともうちょっと聞いていきたいと思うんですけど、じゃあ具体的にその目標計画に対して今普段から大事にされている基本活動だったりとか活動指針というもの、そこをもうちょっと聞かせていただけますか？具体的には、その今、訪問看護に行く仕組みを、作って、それを、いろんな場所で届けていただけるように、お届けさせてもらっているというか、研修でお届け。看護師さんもね、子供とはいえ、関わるのは初めてなので、この遊びの療育について、ご理解いただいたり、一緒にちょっと遊ぶということを研修したりとか。どうやってじゃあお母様の心のサポートをしていくかとか、一緒に伴走するんかみたいなことをね、昨日の晩も35人ぐらいかな、一緒におお、そんなに。ね、させてもらってたり。そんなに皆さんでこう勉強会とかも結構されてるんですね。なんかね、皆さん意識が高いっていうか、やっぱり不登校の子どもたちもすごい増えてるじゃないですか。やっぱり精神疾患ってね、中学生ぐらいになると、やっぱり心にやっぱしんどさを抱えてしまう子とかもすごく増えてるので、やっぱりそれをこう目の当たりにされてる方多いんだなって。そうですよね。直接そこでだからシェアができるわけですね。そのこう仕組み化していくときに何かこう大事にされてらっしゃることっていうのは、やっぱりそういう35人とかたくさんの方がこう集まってその場でこうシェアするというようなことだったりするんですか？もうそうですね。もう、その看護師さんをどれだけ巻き込ませてもらうかというか、一緒に力になってくださるかっていう、なるほここど。に来ますね。ある意味なんかこう看護師さんって良くも悪くも、まあいいも悪いもないんですけど、すごく心にこう寄り添ってくださるから、自分一人でいろんなことをその抱え込みやすかったりとか、一人で頑張って解決しようとしてしまわれたり、責任のこうがあるがゆえにですね、そういったこともあったりするのかなと思うけど、やっぱそういったチームで一緒にっていうのができるのすごく大きいですね。それが価値ですね。やっぱ一人でやらないっていうか、みんなでチーム戦で考えていくみたいな、それがめちゃくちゃ価値が高いですね。頻繁にじゃあそれはこうやっぱり普段からやられてる感じなんですか？そうですね。本当に、具をよく持ったりとか、やってますね。実際に動いてる看護ステーションなんかはもうそんな感じで。なかなかそのこう本当に困ってることをね、こう相談できなかったりとかがやっぱりあるのかなと思うけど、そういうのもこう出せたりするようなこう場なんでしょうか、そこが。そうですね。もうめちゃくちゃそれがなんか、一つの、仕事の価値かなと思います。ご家庭に笑顔と、満足って言うんだけど、やっぱ私たちも笑顔で満足な気持ちでやっぱ働くっていう、こちらにやっぱりかなり、そうですね、お話いっぱいさせてもらいますね、その価値。いやー、なんかすごくイメージ破壊が起きます、いい意味で。なんかこうこっちもこうワクワクする、する側もこうワクワクして楽しくてって、で問題も解決できてっていう、なんかお互いの循環がこうできるイメージってなんかこう持ちにくかったんですけど、その訪問とか看護とかの世界で、すごく愛子さんからね、なんか
新しいイメージをすごくもらって、あ、そういう循環ができちゃう世界があるんだっていう感じなんですけど、すごいですね。そういう取り組みをすごく普段からされてるということで。そうですね。が、これも、ね、おっしゃったすいません。チームでやるってことで考えたら、まあ私はこの療育のことを中心に伝えるんだけど、まあ経営者ともう一人看護師がチームでいるんですけど、それぞれでやっぱチームになってやって仕組みを作ってるかもしれないです。なる経営ほ者はやっぱりど。広げるっていうか、その活動をいろんなところに届けるっていうことで、で、看護師と私で、広げようとしてくれはるところの場所にしっかりコミットして伝えるっていうこと。役割分担がすごいですね、ちゃんとそれぞあ、れそうのでチーす、ムそうプでレーのす。中で。そうですね、はい。ですね。じゃあちょっとその活動される中でですね、まあ、今までのその持たれてる夢ビジョンも含めて、これを持たれるようになったこうきっかけですよね。なんでそれをこうやろうと思われたのか、そこにどういう発見や出会いがあったのかというところをちょっと聞かせていただきたいんですけど、いかがでしょうか。あ、ありがとうございます。最初にね、私、まあ仕事を楽しくっていうか、ずっと教員の仕事をやってきたんですけど、まあ本当にね、たくさんの価値を受け取らせてもらったなと思うんです。かね、最後の方はね、私先生じゃないな、みたいな。なんか、子供たちの方が先生だな、って思う時の方が多かったですね。教えてもらうがすごい多かった。まあ、先生それ間違ってるよとか言わないですよ。でも、あの子たちは態度で教えてくれたり、こちらの、まあ、アプローチというか、こうしたらきっと喜ぶかな、とかいうことがハマると、すごく喜んでくれるし、言葉では伝えてこないけど、まあ、態度で全部教えてくれてたので、なんかそういう意味では、私は先生で、教員のベテランですから、みたいな、全然通じないんです。一人の人間としてしか、あの子たちとは関われないの、本当に教えてもらったときに、いや、この子供たちに関われるこの仕事はめちゃくちゃやっぱ面白いなと思って。なんかそれですごく取り、こう、なんていうかな、引き込まれて、それがまあ、なんか、教員としてはすごく充実してたんだけど、最後に保護者のサポートがちょっと私弱かったなっていうのが心残りか、1年間でね、やっぱり親御さんとの関係って担任、どうしても途切れちゃうから、ね、ゆっくり育ってる彼らが、まあ、なんかこう、よくんですか、靴を履くのに5年かかったりする子もいるわけですよ。歩けない子が歩けるようになって、そして靴を履けるって。5年がかりで靴履けるようになるね。その子供さんだったら一瞬で履けるけど、超一緒に感じるっていうね。確かに本当にその5年っていうところをね、本当限られた1年という時間でね、そう子なんどでもすたよ。ちのみならず、その保護者さん、まあ、もう含めて関係性を作っていこうって、そこにね、なんかこう自分のまだまだ課題も感じられてるところがすごいなって思ったし、逆にこう年月をこう重ねていくとね、私は先生なんだからみたいな、 なんかそういう権威がね、逆にこう固まっちゃうのかなとか思うんですけど、愛子さん逆でね、私は自分が先生じゃないと思ったっていう、この発見ってすごい境界線がね、なくなる世界だなと思って、なかなかね、そういうふうにこういけないと思うんだけど、すごいなと思ったんですよね。本当にそこにこう子どもとか、その先生とか教える側とか教えられる側っていう、その境界線がなくなる世界を、すごくそこで発見された、気づきをね、こう持たれたんだなっていうのに、すごく感動してるんですけど、なかなかね、でもそれがなんかできる人できない人いると思うんですよね。そんなになんかこう15年とかこう長く経験してね、いや私は先生じゃなかったとか言える人がどれぐらいいるんだろうって逆に思っちゃったんですけど、すごいなと。そこまでのこう境地というか、ある意味ね、そこに境界線がないよっていうふうにこう発見できる、その背景にこうどんな、まあ愛子さんの生い立ちだったりとか、そこに至るこう何か経験体験こうがあったのかっていうところにちょっと興味を持ってしまったんですけど、どうでしょ生い立ち、いや、普通のね、人 そんな何かがあってても、だんだん子供たちとずっと一緒にいた、そうなったって感じですかね。ずっと鍛えてもらってたのかも。ずっと鍛えてって誰ですね。教えてくれてたのかも。
なんかね、本気でやらないとあの子人たちはね、絶対向き合ってくれないんですね。手抜いてね、この辺でいいかみたいなやると、本当にそれが伝わってうまくいかないし、それをね、本当に、いつも教えてくれてたから、そういうふうになっていたのかもしれないですね。それがなんか当たり前に子どもたちが教えてくれてるっていう環境が当たり前にこう感じられてた。で、唯一ね、私がそこでめっちゃ体得したのは、障害のある人たちと子供と関われる接点みたいなのは、楽しさだなって分かったんです。それはどういうことですか？障害理解とかなんかそんな難しいこといろいろ言わずに、どこで一緒に楽しめるかっていうのを考えたらいいと思ったんです。人間として。なるほど。だ自から立ね、性私は探しですね。遊びを、だからそっちで持ってきたかった。なるほほんならね、めっちゃね、なんど。かね、可愛らしいもんで、なんかね、仲良くなりますよ。すごいですね。なかなかこう人間ってどうしても違いばかりにこうフォーカスしてしまう。だけどなんか愛子さんはその同じ一人の人間として出会う。そこにこう共通してこうワクワクできるものって何なんだろう。それは楽しさだみたいな。その発見がすごくあったんだなと思って、だから遊びを届けるっていうところに、ね、行かれたんだなっていうのが。そうなんだ。でも、そこはなんか、なんでそれ発見できたんですかね。なかなか違いばっかり見ちゃうけど、そうやってこう、共通を見ようとする目線っていうのは、どこで培われたものなんですか？もうね、まあもう本当にその育ってきた私の職場がそういう職場だったんですよ。子供は遊びでしょみたいな。子供の人生イコール遊びでしょみたいな学校で長く育ったので、もう先生たちがもう本当にね、子供以上に遊ぶんですよね。子供以上に遊ぶ 先遊び生。ますね、もう本当に遊ぶ。それが楽しかったんでしょうね。楽しかった。でもなんか本当にその、ね、幼き頃にその子供以上に遊ぶ先生たちとのやっぱり出会い、そこはすごく大きかったんだなっていうのが。本当です。そ最う。近このご時世で子供以上にこう楽しく遊んでワクワクしてる先生にいっぱい出会ったよっていう子供たちってどれぐらいいるんでしょうね。逆にそういう先生たちが増えたらね、すごい変わっていくんだろうなっていうのも感じましたし。そうですね、本当にそうです。楽しいですね。でもなんか、楽しさをこう見つけていくっていう、その同じ人間としてのね、共通点というところ、そこを発見したやっぱり愛子さんがいらっしゃったんだなっていうところが、なんか遊びをね、届けていらっしゃる、今の活動ともすごくつながるものがありました。じゃあ、ちょっと今までのね、質問の中では、お話しされなかったけれども、もうやっぱりここはね、大事にしてるよっていうところ、ここはちょっと言わなかったけど、すごく大事にしてるんだよというところがあれば、最後ちょっと、メッセージいただきたいなと思います。ありがとうございます。そうですね。私がこう今、こう活動的に、活動的にって自分で言っちゃうとあれですけど、まあ教員を辞めて、仕事を手放して、こうやって活動させてもらえるのに、ちょっとあるきっかけがあったんですけど、大きなきっかけ。で、それが、ドリームプランプロジェクトっていう、ドリプラっていうプレゼン大会に出たんですね、去年ね。それを聞いてもらった、まあ、うちの代表が、ちょっと一緒にやってみようと。で、うちはたまたまその訪問看護をやってると。そのなんか、たまたまがすごくつながって、そのプレゼンを聞いていただいて、仕事が始まったみたいな感じでね。なんかこう、夢をやっぱり口に出すとか、自分の持ってる世界を皆さんに伝えるってすごいパワーがあるんだなと思って、それの、私、実行委員会も今年させてもらってるので、とにかく夢を伝えたくなったり、何か人となんか協力してやりたいなとか、そんな風に思ってらっしゃる方いたら、ぜひ、一緒に、その夢を叶えるお手伝いもしたいな、なんて思いながありがとうございます。もうまさにこのね、インタビューでも、今日、愛子さんのね、夢を伝えていただいて、ぜひね、たくさんの方にも聞いていただきたいし、これからそれを伝えていく人をね、増やしていけたらいいなというふうに感じました。
ということで、本日ですね、リライズショートストーリー、インタビューは、精神科、小児訪問看護、療育アドバイザーをされている天岸愛子さんにお越しいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。